はい、皆さんこんにちは。イギリスすごい天気が今日もいいです。ここ数日すごく天気が良くて20度近いんですよね。イギリスで20度近いと皆さんもタンクトップでもう外でパブとかね、外でビール飲んだりとかされてる方多く見かけますね。で、今回の動画はまだブログが日本に行った時の動画、ドバイ経由日本に行った時の春休みの動画がまだ残っているので、その続きになります。ただ単なる旅行ブログなんですけれども、いろいろ今回引っ越しの前で、あとカイとカズがすごい大切な GCSE と IB の試験の前ということで、私たちも家族全員ちょっと落ち着かなくて、引っ越し前ということもが一番なんですけども、いろいろ準備とかで、もう本当になんか急に、ね、夏の前に日本に行ってリフォームの準備をしようと私が急に決めたので、たった1週間だけの日本の滞在で、で急に決めたので、なんかホテルとかもなかなかもういっぱいなところが多くて、でそれで、ね、京都も東京もリッツカールトンっていうすごい素敵なところ、それは空いていたので、そこを取って滞在したんですけれども、もう本当になんかリラックスできて、ね、あまり高いところに泊まると本当になんかいろいろ言われるんですけれども、でもね、私ももう本当に60近いし、ね、いいところにたまには泊まってでリラックスできたので、本当にそれは良かったと思います。で親戚とか仲良く知ってる親戚とか私の妹とかにも会えて、まあ会えない方も多かったんですけども、なんか親戚の中でもね、すごい忙しくて仕事が会えないっていうのがすごくね、大変そうだと思います。やっぱりね、仕事も夜の9時とか10時までとか働いていて、でね、なかなか平日とか会えないっていうのもすごい厳しいですよね。うん、日本の労働の大変さ、日本の、ね、労働が大変だなっていうのをすごく思いました。でもね、今回ね、一番印象に残っているのは日本滞在で、親戚の70代の親戚に会った時にね、言われたんですよ。美穂ちゃんで人生で一番楽しいのが60代だよって言われたのがすごい印象。私もね、ダディもそろそろ60手前なので、あともう数年したら60なんで、あらかんなんですね。でね、これから引っ越ししてまだ子供もね、子育ても残ってるしって言って、不安な中そうやって60代が一番楽しかったっていうことで、まあね、その親戚たちは子供がね、うちみたいにちっちゃい子はいないので、子供たちが家を出て、それで自分たちの好きなことをやり始めたり、あと自分たちが好きなところ行ったりとか、それがすごく楽しかったらしいんですけども、まあ、私たちね、まだリアトリコがちっちゃいので子育ては全然残ってるんですけども、でもね、2人だけになるんですよ、あと2年したら。今カイがね、もう IB 試験で高校卒業式を控えていて、でもう試験も終わって、あと大学も、まあ、まだ決まってはいないんですけども、オファーをもらえたので、やっとね、会は一件落着して、あと数があと2年残ってるんですよね。2年残ってるって言っても、その前に GCSE っていう試験がまだ来月まで残ってるので、今大変そうに今も試験をしてるんですけどね。なのでこれどうなるかなって思っていたのが、なんか60代が楽しいっていうことで、なんかちょっとホッとしたかなっていう感じです。であと東京からドバイ経由で日本に戻って、ドバイでまたトモヤとジュンに会えたっていうのもすごい良かったです。でお土産を渡したんですけども、お土産ね、なんか私が選ぶのはちょっと結構健康的な感じのご飯系ばっかりで、ちょっとねあれなんですけれども、お土産をトモヤとジュンに渡して、でこちらに帰ってきた時のブログです。ではね、こちらの引っ越しの準備とかもまたおいおい動画とかライブとかしていきたいと思うので、そちらもまたお楽しみにしててくださいね。ということで、じゃあ日本編最後ご覧ください。でこれからパッキングをして、もうここは1時にチェックアウトしなきゃいけないんですけれども、
ちょっと今やっと宅配便でスーツケースが京都からやってきたので、これにお土産をパックして、では荷物を預けて、今日のフライトがね夜中の12時なんですね。なのでそれまでちょっとなんかリアとリコは原宿に行きたいそうなので、原宿に行ったりとかしてこようと思います。ちょっとお茶を飲んでね。すごいここのホテルいいところはね、下に行くとガルリアとか東京ミッドタウンのお店がすごいたくさんあって、スーパーとか、すごい東京大きな都会ですよね。こんなに眺めが素晴らしくて、でお土産もたくさん買って、本当に充実した滞在になりました、ね、ここ本当にリッツカールトンで六本木のミッドタウンの中にあるんですけども、あまり人もいなくて、東京駅のそばにしようかどうか悩んだんですけども、こちらで本当に良かったです。東京駅のそばは本当人が混みますもんね。だからちょっと人が少ないだけ良かったと思います。お土産も買いやすいし。 It's so cute. わあすごいね、綺麗だね。嬉しいと思うよ。帰るときまた空港に来るの、2時間前に。3時のフライトだから1時に来なきゃ。じゃあ12時半ぐらいに出る。901だって。ともやの家に初めて伺います。901。はい、皆さん今どこに来てると思いますか？今初めてともやのお家に来てます。いや、動いたら動くよ。ほら。おーやば。さあ皆様、今ともの家に来ているんですが、こちらがリビングのソファーエリアでございます。どうでしょう、マジェスティックでしょう。まあ、ちょうど日本からイギリスに帰る途中でドバイに寄って、ちょうどね田舎の三原の家のリフォームの手続きっていうか、まあ、話し合いをして、庭綺麗だった。綺麗だった。まあ来年の夏ぐらいに出来上がって、まあ1ヶ月ぐらいで本当に、まあ、もう完成するの？来年の夏。来年の夏楽しみだ。それそしたらみんなアイドルスパイになってもいい。やば。え、何部屋ぐらい？4部屋。であとね、お土産を買ってきたので、トモヤたちに見てる、はい、すごい。え、これカレー？あ、違う、カレーだ。お前が、え、これセブンイレブン、あ、違う、コンビニで買った。これはスーパーで買った。これラーメン食べてね、うん、うまい棒。このたこ焼き味が一番美味しくない？わかんない、ちょっとうまい棒の味あんまりわかんないから。あと抜けてきたかった。あ、これも、これはラーメンだね。2人前。雑炊の素とか、私は餅。餅？おお、ありがとう。あ、これスープの素。え、これスーツケース1個持ってきて、お土産用にしたの。そうそうそう。あと松茸ご飯の素、これを入れて炊くだけで松茸ご飯ができる。うわーい。ナイス、ありがとうございます。でももうちょっとお菓子があった方が良かったね。いや、僕は甘いものもう好きじゃない。このちょっと甘いものも好きじゃない。あ、本当に。じゃあよかった。あとお茶漬けね、これ分けて。この中にね、スープが入ってるんですよ。
で、これがエミレーツラウンジなんですけど、ラウンジからそのまま直接ゲートに行けるらしいんですね。で、私たちあまり時間がないので A4 から人があんまりいなくてくつぐろげるラウンジになってますね。今日はラマダン最後の日、今日月が出たらラマダンが明けます。2週間ちょいの長旅でした。あー、いい匂い。なんかこっちがメインレストランになっていてランチ食べれるそうなんですが、私たちはちょっと時間がないのでそのままゲートに行きます。かわいいですね。コーヒー and pastry?そうね、いや。なんかここがこれがベイクウェルタルト。I'll start a timer. You don't need 5 minutes. I do. Because it's already. You need to leave it. You need to wait. You're going to get the full flavor of the tea. You need to just pour it. And it's just hot water, right? With a bit of color in it. Okay. You have to wait.5 minutes gone. Bake well puddings, clotted cream, and